いやいや、そうそう、学会とか原田、まあ、学会用ですね、まあ、学会の教学部っていうか学会の、教専の連中は今俺みたいにこんな素直に黙らないと思うからね、本当はもっとこうへりくつが返ってくると思うんですけど、はい、いや、よろしいでしょうか。はい、まあ、我々日蓮召集からすればいつしか堕落し衣の権威を重ねてきてというふうに言っておりますけれども、うん、どこが堕落してるんですかね。いや、それやっちゃうと、うん、もう延々とそっちの話になっちゃうから、じゃあ次です。そこはやっぱり、はい、まあ、一番地雷で、五条根本にっていうふうにあるんですけれども、ああいいとこ来た、五条根本にってありますけれども、はい、それと三大秘宝章に、はい、ヨガ古神の大事これに近づっていう、まあ、いわゆる、うん、五戒壇様のことを言ってる五章をずっとやってきたかと思うんですけれども、うん、これはどう理解すればよろしいんですか。そこだとつけないでしょ、古神の大事、大聖人様の古神の大事三大秘宝でしょって、すべてのご本尊は三大秘宝なのよ。なんで女言葉になっちゃうか分かんないけど、そう、三大秘宝なのよ。二年のそこじゃダメなんだよ、そこじゃなくて、そこの後の往診一同に、一箇所を指定してるでしょ、階段の建立の地って、はい、その一箇所を指定してるところをつかないとね、仏法王法に名字、王法仏法に合し、往診一同に南無王法蓮華経を唱えるときに、その最小の地にその階段を建立すべきものかっていう、だから明らかに一箇所でしょって、世界中どこ、お宅に階段を建立すると言ってないでしょって、お宅何、世界で一番素晴らしいところと。で、106箇所なんかでは結局富士山って言ってるからね、富士山本門寺の本堂なりとか、それから二箇所城ではちゃんと富士山、国主この法を建てられるときはこの富士山にって指定してるわけだよ、階段の。そこをつくんです。そうだから御所根本ですよねって言っておいて、そしてその御所のところの今言った明確に階段の地を一箇所に指定してるところ、その御所は今の三大秘宝章と、それから106箇所、それと二箇所城です。そこでついたときに明らかにそんな、その延べつ幕なし、世界中のそこら中がみんな階段じゃないですよねって。で、今まではその御所の通りに我々はそれを富士大石寺の弘安2年のご本尊の御場所、そこにおわします場所っていうふうに習ってきたんだけど、御所根本でそれを返してくださいっていうふうに、御所で返してください、御所根本でしょって、御所で世界中どこでも階段に、この階段がありがたいわけですよ。本尊とか南無妙法蓮華経だと御所も曖昧っていうか、その広く説かれてるところがあるけれども、階段って言葉をこの広く取ったってことはもう突きどころ満載なわけですね。御所のどこに階段が世界中に存在していいって書いてありますって、今ちょっと出してもらいます、5分に付けた、絶対に帰ってこないよ。そうだから、その今のステップですね、御所根本ですよね、そしたら階段っていう地は確か一箇所なかったですかね。で、それもちゃんと覚えときなよ、暗記して、三大秘宝章のその階段と階段のとこね、それと106箇所の場所と、106箇所は富士山本門寺本堂なり、それから二箇所城には国主この方を建てられれば富士山にこの階段を建立すべきものかと、そこ3点を押せばどうにもならんでしょう。